はい、どうも、こんにちは、シアンです。今回からですね、ちょっとした縛りを付け加えたいと思います。何かと言いますと、お金を取ってはいけないという、コイン縛りをやっていきたいと思います。もうこんだけ暑かったら水ぐらい買いたいんですけど、マリーお金持つことを許されてないので、飲み水も何も買えずに、行かないといけないという、鬼畜な縛りになってます。はい、これで今回からやっていこうかなと、はい、思います。まあ、縛りつけてくださいっていうコメント多かったんで、はい、最初は考えてなかったんですけど、ちょっとやっぱりやろうかなということでやります。ただ、今回赤コイン集めるミッションなので、赤コインだけは取らせてください。はい、出ないと、いけない。あれ？調子乗って山道の上で羽ばたこうとしたら落ちましたね。ちょっともう、あんまり調子乗らない方がいいということが分かりましたね。はい。で、これももちろん持っちゃダメです。この中にはコインが大量に入ってるんで、爆薬です、これ。僕からしたら。はい、このミッションからしたら爆薬なんで。で、赤コインは次こちらにありますね。あ、こいつも爆薬です。クリボーも爆弾なんでもう、はい。これ壊すとあります。これは爆薬ではなかったです。今だけですけど、はい、次元爆弾です、逆に言ったら。もう時間が経つと爆発してしまうので。で、次ここをこう行きましょう。穴に入らないと潰されます。はい、この工事現場のマークがあるので、これが目印ですね。はい。で、次こちら行きましょう。はい、行きました。で、次ここで羽マリオになりましょうか。はい。募金の羽をつけてますけど、お金もらうことは禁止されてます。はい、お金もらえません。で、次こちら行きます。はい、赤コイン取りました。で、次、これ下側、ものすごい川の流れがありますけど、ここ行ったら完全に流されるんで、はい、入らないようにしましょうね。で、次、ここですね。水たまりがあるんで、ここの中に、はい、入れば取れます。OK です。あ、ここ、オアシスなんですよ、実は。はい、もう木一本だけ植えたらオアシスになるという、マジックですね、これ。ある意味マジックです。で、次、もう、あとは全部空にあるんで、はい、来ました。あとは、もう、羽ばたきましょう、上に。ということで、また募金の羽入れ替えて、お金はもらえないですけど、ここ入ります。すると、この、晴れてるんですけど、玉屋で行きましょう。オッケーです。でですね、この辺り、ちょっと待ってくださいね。やばいですね。どこを言いましたけど、ちょっと今回の MVP は壁ですね。完全に。もう決まりでしょう、今回の MVP。ということで、このピラミッドの、はい、対角線上に8枚全部あるので、これ取ればスター出ます。ちょっと、あれ、見失いました。あ、ありました、ありました。これパイロットの練習ですね、これ。パイロット、まあ、届かないですね、頭がちょっと。もうちょっと上に出っ張ってたら、タンコブつけたら多分取れてたと思います、今のコイン。これちょっとまた補給しましょうか。何か来ました。爆薬が動いてるんで。はい。で、ここで着地しちゃうとコイン取っちゃうので、相変わらずまた大砲で行くしかないですね、これは。ちょっと行きましょう。もうこのミッションはなかなかむずいんですよ。はい。この羽マリオの操作って結構難しいんで、ほんとこれ操れたらもうどんなラジコンも操れます。もうスネ夫のラジコンですらも壊すことなくいけるんで、はい、これ操れたら、ここです。ちょっと旋回ができません。船じゃないですけど、なんだか酔っ払いが運転してるみたいな、こっち行きましょう。もう今マリオ酔ってるんで、これ。ちょっと居酒屋後のマリオです。さてと、これ取れますかね。これで上に上がれば、またタンコブ作ってほしいな。ちょっと、無理でしたね。じゃあ、これは時間かかりそうなので、カットします。さてと、この辺りかな。どこだろう。あったあった。これですね。これを、よし、今度は余裕で足りてました。これ、一旦高度が下がっちゃうと、上に行くことできなくなっちゃうんで、気をつけましょうね。
はい、飛行機と違ってもう上がることできないんで。さて、でコックピットで給油しましょう。これガソリンですね。オッケーです。お城のガソリン取りました。はい、で羽帽子はもうなくなりましたので、もう飛べません。もう地に這いつくばっていかないといけないようになりました。ということで、まだあるんでいきましょう。この鬼マスクのスイッチスターっていうやつはちょっとまだいけないんですよね、ある事情があって。なので保留にしときます。なので今回はその次のミッションの、なんかピラミッドの謎っていうのがあるんで、それ行きます。と同時に100枚コインもやっていきたいと思うので、今回、このミッションだけコイン縛り解禁ということで、はい、行きましょう。ちょっともう爆薬じゃないです、今。みんながマリオの味方、天使です。さあ行きましょう。天使だったら天国行かれそうですけどね。天使じゃないですね。よし、これで行きまして。なんとこの辺りにも、こうトゲトゲしてるやつも、なんと持ってます。顔殴ればコインを生み出すんで、ヤクザです、マリオ。もうボコしてやっつけて、ボコしてやっつけて、コインを奪うヤクザですね。さて、行きましょう。しかも帽子の色的に、なんか組長的な感じなんで。で、この1アップキノコは幻覚です。蜃気楼っていうやつなんで、あれ取らないようにしましょう。あ、やっぱり取りましょうか。やめとけばよかったです。食べたくても我慢しましょう。ということで、これですね、甲羅乗っていけば簡単だったんですよ。甲羅行ったら、なんとですね、もう引くだけで、なんと3歩倒すことができます。来ましたね。もう今度は引き逃げまでしてしまうという、もうマリオ完全犯人ですけど、これで滑っていけば簡単に取れるんですよ。はい。高速道路です、ここの部分。もう道、はい、こうずっとずっと直進が続いて、信号もなく、標識もなく、どこで降りたらいいかもわからないという魔の高速道路です。はい、この辺りも高速なんで、どん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 行きましょう。で、これ、黄河の上も渡ることができます。はい。黄河だって沈みません。完全にマリオコインの稼ぎ方忘れてます。ちょっと、こんなに苦労するのは初めてですね。まあなんか面白いんでいいですけど、なんかマリオの死ぬ姿って面白いんで。はい。で、ここもこうやってダダダダダッと行きましょう。はい、この辺りはもうコインが親切にあるんでね。結構地面に。はい、もう遺跡になってそうですけど、なんか。遺産的存在になっているコインを、はい、どんどん取っていきましょう。これ青コインは5枚の価値があるんで、ほんと便利です。で、もう、この甲羅いらないですね。もういらないです。はい。で、次はこれです。この小汚いブロック。これ、ここに当てると、はい、壊れるんで、こうやって散らばったコイン集めましょう。あんなちっちゃいところによく3コイン入ってたって感じですけど。はい、もう拡大縮小コピーですね。で、ここ竜巻に飲まれないように、次からようやく、これちょっと倒しましょうか。邪魔なんで。あらら。ということで、こっち行きましょう。はい。中入っていきます。さあ、来ました。ここ、なんと四角のところに、四角いスイッチがあるんで、これをヒップドロップすると、前方に見えます。もう3歩みたいになってますけど、はい。3歩みたいになってる青コイン取って、これでもう67枚ですね。はい。あとちょっとです。行きましょう。こういうちま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 したところから集めていけば、まあ、簡単に行けます。はい。で、現にこの内部に来たのはですね、今僕が目指してるミッションもこの中にあるんですよ。なので、絶対ここには来ないといけませんでした。もう運命の赤い糸で結ばれてるんで僕たち、遺跡と。はい。何言ってんでしょう。よし、とりあえずここを行きますけど、ここなんとですね、見ててください。こうやってどん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 と、はい、来ました。海底探索機みたいになってますけど、今。とりあえずこうやってダイバーみたいになって、下まで沈むと窒息死するんで、はい、絶対に沈まないようにしましょう。もうずっと移動いたら死にますので。で、こちらもどんどんあるんで、はい、ここ、輪になってるんで、こうやって行きましょう。輪になって踊りましょう。はい。どん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 ビリキューと踊ってます、今。ちょっと、変な社交ダンスパーティーですね。
さあ来ました。これでなんとかコインも取れたので、あと上上がりましょう。この人歯見せびらかして、あの歯磨きのコマーシャルやってるんで、はい。さて行きました。クリボー、ほんとコイン地味に持ってるんですよ。あの塵も積もれば山となるってやつなんで、はい、行きましょう。ただゴミ集めても塵となるだけなんですよ。はい、ゴミを集めても塵となるなんで。で続いてこちら、どん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 ここも、はい、こう直線上になってるんで、このコイン使ったら物差しの代わりとしてなんか活躍できそうですね。直進引きたい時の目安としてなんか使えそうな。でこちら上行きましょう。ダンプカー避けます。なんか前回と変わってますけどよし、とりあえずここもこうやってどんどん上に、はい、上がっていきましょう。もうあのコイン取り逃したりしてるとこありますけど、あの別に大丈夫なんですよこれ。ちょっとぐらい取り逃しても集まるようになってるんで、はい、優しいんですよ任天堂さんは。まあただコインをばらまきたい精神があるだけだと思いますけど、はい。さてと来ました。また反抗してるんでこのドッスン、はい、避けましょう。頑張ってくださいねという。さあ来ました。これを取れば来ました、100枚コインのスターを手に入れた。ということでセーブしましょうか。はい。でですよ、今回のミッションは、あれ？ちょっと待ってくださいね。普通この辺りにシルバースターが出てないですね、これ。ここに、あの本来だったらシルバースターが出るんですけど、今回、あ、そっか。オニマス君のスイッチスターやってるから、出ないんですね。ちょっとうっかりさんでした、僕。ということで、すぐさま戻りたいと思います。申し訳ないです、本当に。さて、アホ丸出しでしたけど、もうすぐさま逃げ帰ってきました。続いてはですね、まあ、ここは地下に行くところですね。はい、ここまで戻ってきて、ここ行きましょう、ついに。また、横に開くドアですね。行きましょう。パワースターの力で、なんちゃらかんちゃら言ってるんで、はい、来ました。ここ、なんか指入れないようにご注意くださいとか書かないと、もう子供挟まれますよね、こんな。はい。さて、来ました。なんかすごいことなってますけど、はい、もう演習率求められまくりです、ここ。さあ、来ました。ワールド Q、ウォーターランドです。クッパの潜水艦というミッションをやっていきましょう。こちら、いきなり水ですけど、罰ゲームじゃないです、これ。はい、どん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 これ下泳いでいかないといけません。はい、来ました。でもコインも取ったらダメなんで、息継ぎできません。はい、息継ぎできないので、もう常に息止めとかないといけないんですけど、はい、行きましょう、頑張って。こう、道なりに進んでいきます、ここは。で、上って書いてるんで、上行きましょう。ここで天井を作ったらマリオ殺せるんですけど、クッパ実は殺したくない感じがあるんで、はい、ちゃんと空洞あります。さあ、来ました。これマリオの後ろ側からどん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 泡が出てきてるんですけど、はい、あの、これマリオの鼻ちょうちんなんですよ。はい。あの、下品なところを思い浮かんだらダメです。もう僕は鼻ちょうちんなんで、これは。そう思って今まで生きてきました。はい。さてと、ここ来ると、さあ、何やら、浮いてますね、これ。新手の救命ボードがありますけど。さて、こんだけでかい救命ボードだったら、もうタイタニックの従業員とか全員逃げれますね。さて、実は、ここの上に登れば OK なんですよ。ただ、これ、見てください。こっから登ろうとしても、さあ、ツルツルです、ここ。はい、もうワックス塗られてるんですよ、ここ。ワックス塗った後なんでツルツルです。なので、左行きましょう。まだコインは0枚です。はい。こちら行くとですね。さあ来ました。マリオ専用ですけど、デブになります。なので、このデブで行けば、はい、簡単に乗車できます。で、クッパの絵があるんですけど、無視して、右のスター取りましょう。OK です。やりました。はい。一気に痩せたんで、マリオ。絶対、リバウンドしますね、これ。はい。リバウンド確定で行きましょう。
もうキノコ一口食べたら太ります。で、ここです。さあ、来ました、炎の海のクッパということで、まあ、こちらなんとですね、先ほどの潜水艦を、クリアしたので出てきました。このステージ、あれクリアしないと出てきません。てか、いけません。ここでキノコ食べたらマリオリバウンドするんで、ちょっと我慢しましょう。はい、こうやって焼かれてですね、あの物理的に体脂肪を燃やしましょう。はい、こういうと、はい、OK です。もうキノコ食べれるんで、はい、もう体脂肪痩せてるんで今。体脂肪痩せてるって何でしょう。体脂肪は、あ、ダイエット成功しました。てか今思いましたけど、これコイン取ってましたね先ほど。ちょ、死んでよかったです。はい、縛りミスちゃってましたけど、これどうすればいいんですかね。赤コインは取らないといけないんですけど、これはさすがに、いや、なんとかなるでしょう。こちらから三段ジャンプしてなんとか超えます。無理でした。ということで、ですね、こう取ってしまった場合は一回ハハハハなりましょう。ここの場合、はい、これで OK です。で、ハートで回復して、せこいですけど行きましょう。とりあえずこちらでコイン取った場合は、あの、ハハハハです。はい、それを覚えておいてください。今回、あらら、とりあえずここ壁キックして、こうやって上上がりましょう。はい、 OK です。で、続いて左行きます。で、こちらなんと乗ったらマリオの体重でこうやってどん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 ゆらゆらなります。はい、横に揺れるシーソーという。さて、一人でシーソー楽しむと、悲しい人生みたいになるんで去りましょう。はい、で、ここにもありますね、コインが。なので、これも取っていきましょう。 OK です。で、次、ここ、これエレベーターなんですけど、ここ一回踏んで上がらせてから、こちら赤コインのところにダイブします。 OK です。そしてダイブします。 OK です。いい加減にしろよ君。ほい、ちょクリボーに負けるなんてそれだけはならん、ということで行きましょう。こちらハハハハハで上上がれるんですよ、簡単に。はい、あのビリキューのとこ行かなくても行けます。で、もう一回こうやって行きましょうか。今んとこ、コイン取ってますかこれ。あー、一回取ったんですね。もっと忘れしてますけど、ちょっとあれは縛りミスやったんで OK でしょう。なぜ10枚なのかなっていう。なんかこれはまたありますね、左。またコインの行列が、行列のできる法律なんとかです。こちら取りましょう。 OK です。超えれましたね。ということで、はい、 OK です。さてと、これはまた鉄板が動いてるんで、ここの上にいたら炭火焼きされます。なので避けましょう。はい、こんな金網になってる時点でも焼こうとしてます、クッパ軍団。もうマリオ食べようとしてるんで、ついに珍獣です。で、ここは上あるんですよね。なので、はい、待っといて行きましょう。 OK です。そしてあとはどんどん登山します。あー、ちょっと離れましたね。これ上下してるんですよ、なんと。なので、上下してるので待ちましょうか。エレベーターです。はい、到着しました。で、行きましょう。で、このミラーボールみたいなやつは火吐いてきます。はい、来ました。なので避けこちらにもコインがあるので、ここは仕方がないですね。こちらから、ちょっと待って、やばいですね、これ死にますか。なんとか大丈夫でした。こっからこうやっていけば焼かれます。そうこうしてるうちに20分になったので、ちょっと次回こちらからやっていきたいと思います。で、この動画が少しでも面白いなーって思ったら、チャンネル登録よろしくお願いします。それではマリオンたち、さよならー。